はいどうも皆さんこんにちは、マピチョーです。今回はリーダーエルダーオードナの手駒呪いロックデッキを紹介します。ルル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 、こういうゲーム実況者いるよね。はい、というわけで皆さんこんにちは、マピー会長です。やっぱりね、私といえばね、こういうダミ声が似合うと思うんですよね。うん、というわけでこれからもダミ声実況でやっていきたいと思います。で、今回はリーダーエルダーオードナーで、あとドルシー、タモモの前、あと主天童子とかね、ルキアなどをね搭載した呪い手駒ロック、手駒呪いロックデッキを紹介していきたいと思います。まず呪って、で呪いスキルっていうのは相手の手駒を呪うわけなんですよ。で持って、その上から手駒ロックをかけることによって呪い駒を出させないっていう作戦のデッキとなっています。ただちょっとフィニッシャーが今回ね、カルマメぐらいしかないんで、その辺が、不安要素ではありますが、やっていきたいと思います。はい、対戦よろしくお願いします。来ましたね。 OKOK、 ランリーダーリーダーオーラであるからこそね、この呪いというのは生きる。頼む。お、いいね。ドルシー引けてる。オッケーオッケー。これ神ハイパイですね。まずは、これエルダーオーラ、いや、どうせこれブライダルベルで持ってんだったら使うか。使おう。オッケーオッケー。よし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 。いいぞ。じゃれついちゃえ。いいね。ブライダルベルで一発撃っただけで相手 10% ぐらい HP 削れたぞ。オッケーオッケーオッケー。まずブライダルベルデューから入って、で、相手の初手を見よう。ハーピスト、オーケーオーケーオーケー、問題ない問題ない。カマペンカマペン、その辺カマペン。いいね。オーケーオーケー、手駒ロックと呪いがこんだけ来たら相当強いぞ。よし、まずはオーケーオーケー、まずはこのエルダーオードナーで、ワンチャンランリオを呪われなくてもいい。あー、なるほど、ランリオ呪うか。いや、いいよ。うん、カマンカマン。でこれで呪い駒ね、ランリオじゃない方は出してほしくない。やったぜ。え、こいつって損傷効果はぁー、3ターンの間 1.3 倍になる。で、これリッチめちゃくちゃ出したいけど、これぐっとこらえて、呪いで攻めましょう。これでね、あの左から2番目の駒がね、出ない可能性がある。これ呪いで攻めよう。あー、でもこれ、リュークでもよかったかな。まあいいわ。頼む。これ呪い、続け、続け、続け、2枚状態、続け。よし、続け、よっけ、よっけ、よっけ。で、これで、まあ、ドルシーで一番アタックの高い駒。おー、怖いこの人のデッキ、もうやだいやでもこれめちゃくちゃ相性いいぞ。めちゃくちゃ相性いいぞ。手駒ロックでこうやって思わぬところに出させてみたいな感じでね。いや、この人のデッキめちゃくちゃ怖いけど、こうやって手駒ロックさせていただきます。はい、ありがとうございます。オッケー。で、持って、これでワンチャンラネを釣れるぞ、ワンチャン。いや、釣れたら釣れたら構わん。さあ、来い。どうなる？オッケーやばい、こんなに回っていいのか、これ、はい、いいのか、いいのか、こんだけ順調で。来い。こっから負けるわけにはいかないだろう。まあ、呪いでいいかな。うん、よし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 、呪っちゃえ。で、これで、損傷庫。え、損傷庫じゃないな、これ。大凶傷庫だ。大凶傷庫のバフが消えて、しかも乱量もいない。勝っただろう。もう、さすがに勝ちを確信する。オッケーオッケー。耐えられる。オーケーオーケー。で、こい。あー、イベットいいね。まあ、イベットでも配置しとこうかな。いや、リッチで、リッチ打ってもいいけど。いや。神教官あんのか。イベットでこっち取ろうか。うん、安全に行こう。ここに来て負けるっていうのはさすがに、いや。これも勝ち試合。どう見ても勝てる。オーケーオーケー。呪って、いいぞ。ここに来て呪いが大活躍。しかも何よりこれ、ちょっと自称多すぎでしょ。なんだこれ。いや、面白いな、このデッキ。俺もそのデッキ組みたいな。なんかその、効率度外視みたいな。オッケー、レイネルナイス。これは勝ちですね。いやー、こんなうまくいくとは思わなかった。はい、ありがとうございました。いや、これは相手スマホ投げるな。はい、対戦よろしくお願いします。来たな。オッケー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 。これ神タンだから相当戦いやすいはず。頼むぞ。あーん、ここか。まあいいわ、この際かまま。さあ、手駒は。おお、いや、いいなこれ。ルキア引けてる。いいぞ。よしよしよし、いいぞ。やっていこう。で、これもう初手からエルダーオードナー打っていいな。あー、ただ相手、おお、なるほど、ウラニア来たか。ウラニア来たんだったら、これルキア相当乱量に刺さる可能性高いぞ。で、これじゃあ乱量をね、呪わなくてもいいぞ、ぶっちゃけ。うん、乱量避けてもいい。あ、もういいいいいい。これルキア出して、乱量釣るみたいなね。で、持って呪いは続く。それでいこう。あ、ちょっとアンドロメダさん、痛い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 、チクチクする。あ、チクチクする。お、いや、どうしよう。いや、待て、これは一番右の駒だって、アンドロメダ出し
ったし、一番右のコマ大丈夫でしょ、出ない。これ呪いを続けるだけでなく、これでねビクトリア、エンデが狙っていこう。まあ、ジークとか出る可能性もあるけど、まあ、ジークだったらね、もう一応このタイミングで出せれるんだったらまだマシ。さあ頼むぞ、あの呪いは避けろ。 OK、 呪い避けたと。よしよし、その調子その調子、呪いを一旦でもね続けさせようじゃないか。これが呪いロック。おお、音声認識システム発動、やっぱりね。 OK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 、 早番しましたね、エンデガ君。そんな予感してましたよ、お前と俺の仲だからな。でどうしようかな、このまま進行していいのかな。リッチ出したいけど、やっぱその呪いやロック、いや待てよ、ウラニア出してさ、ドロメダを次のターン出して、ここでエンデガでしょ、これワンチャン刺さるんじゃないの、ルキア。いやルキア行こうか、うるせえ、行こう。オッケー行こう、でこっち行きます。このまま行くと、C の5とか取られるとちょっときついところもあるし、とりあえず呪いは避けろ、呪いは避けろ、呪い避けろ。おっしゃ、乱量釣れた。オッケー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 、完璧完璧完璧、こういうことがしたかったんですよ私、このムーブがしたかった。オッケー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 、いいぞいいぞ、その調子だぞ、さあ来い。ただね、この進行にしてしまった、まあ、ちょっとそうだな、心がかりなことがあるとすれば、神強化相手踏まれる可能性なんだよな。まあまあいいわ、乱量釣れてるし、ここからは私が有利な状況を築けるはず。オッケーオッケーオッケー、ここでリッチ配置して毒と呪いで攻めていけ。ただそろそろあの呪いゴマ消費してくると思うんですけどね。ほい、呪って、オッケーオッケー、一発の呪いで839、それをね4ターンぐらい続けましたからね、十分ですよ。で、まあ、ここで呪い出してくるんじゃないから、さすがに呪いにはもう飽き飽きでしょ、こんだけノロックされてね、もうずっと出したかった呪いをね、だったと思うんですけど、いやー攻めてくる、うわー、やっぱり神強化ね、ちょっと気がかりなところあると言ったけど、本当に来ましたね。さあ来い、ガエタのジェントリーマグナム。オッケーオッケーオッケー、いいぞ、ガエタのジェントリーマグナム撃とう、すかさず撃つ。で相手エンデが使ってるから、まあ警戒すべきはビクトリアとか、あとミアクレルとか、その辺ですかね。でこれ呪いで半分以下行くけど、呪いで半分以下行った場合はそのターンはね、エンデガとか、まあ、ビクトリアとか HP が半分以下で発動する系のスキルは発動できないからね。オッケーオッケーオッケー、まあエンデガ相手出したけど、さあビクトリアは来なかった。あーマテラス、あーなるほどね、そういうのは意外と強いんですけどね、うん、ちょっと意外と強いなそれアマテラスは。いやただコンボスキル強い駒がこっち引けてないって事実だし、ちょっと待って、ドルシーいいぞ。いや待て、何よりこれ、いやドルシー打つんだけど、いやでもこれドルシー、あの一番右の駒大丈夫だよな、大丈夫大丈夫、さっきエンデガで出なかったわけだから、俺出ないと思うんだよね、出ない出ない出ない、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、呪い続け呪い続け呪い持続キボンヌ、よし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 、何これ、ただビクトリアだから言いたいぞ。いやこれまだまだ負ける可能性あるんだよな、乱量釣られたとはいえ、乱量釣れたとはいえまだまだ油断できないんだよな。ゼルエール、それは強い、待ってそんなん強いの先生。いやでもねこれ次のターンね、レイネールをね魔強化に置いて、であとあれだな、意義あり、カルマ目引けたらワンチャンある。さあ魔強化いこう、オッケーオッケーオッケー、まあ、とりあえずこのターンは絶対耐えるんだよ、絶対耐える。オッケーオッケーオッケー、毒入れて呪いも発動して、呪いでだいたい1600ぐらい削れるから、さあこのレイネールのコンボでどれぐらい出せるかなんだよな、頼むぞ。あと呪いこのターン持っといてくれたら私の勝ちほぼ確定するんですけど、このターン持っといてよ、持たないわよね。いやーおきくるみさん強いな、それコンボスキル意外と強いんですよ、ちょっと勘弁してくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。さあ頼む、カルマ、引かないねー。いやこれ諦めるわけにはいかない、俺諦めない、とりあえずここで私がすべきことは、いやだってこれ届かんでしょ、届かんな、呪いもないしな、いやこうだろ、これね、乱量のコンボはそこまで強くないはずなんだよ。この段階に来ると。1.1 倍とかしか出ないんじゃないの？いや、それすら出ない可能性ある。頼む、ここ耐えて、お願い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 、ね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 。だって相手1枚返ししかできないんでさ、ここ耐える可能性あるじゃん。だってエンデガも使ったし、おしゃ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 、オッケー、対戦ありがとうございました。こういうことがしたかったんですよね。なんということだ。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。今回は手駒呪いロックデッキを使ったんですが、まあそんなに正直言うと強くない。というのもね、やっぱその手駒ロックが S 駒に固まってしまってるっていうのが現状なんでね、まあ、相性自体は悪くないです。呪って、手駒をロックするわけですから相性自体は悪くないけども、まあ、やはりその手駒ロック自体が少ないっていうのがあるんで、まあ、現状ではそこまで強いデッキとは言えない、まあ、あくまで趣味デッキなんですけど、まあ、そのハマればね意外と楽しいということで、皆さんぜひ使ってみてください。意外と楽しいんでね。というわけで今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。
ドルシー仕事しろよ、頼むぞ、行ってらっしゃい、操れ、ドルシー頼むぞ、右半分、俺から見て右半分をの右半分をロックしろ、ドルシー信じてる君を、お願い、頼む、ドルシー、